こんにちは、はるかです。ここは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。いろいろな話を日本語で話していきます。もしよかったら聞いてみてください。はい、こんにちは。はい、今日は6月の30日です。6月の30日、最後の日ですね、6月ね。早い、あっという間ですね。この1ヶ月、皆さんはどんな1ヶ月でしたでしょうか。私は特に何もない平和な1ヶ月でした。はい、まあね、ちょっと仕事をそのオンラインレッスンに日本語学校を辞めたので、まあ、仕事はすごい変わったんですけど、毎日ね楽しく仕事もできてるし、まあ、いいかなと思います。はい、でなんかよくわからないんですけど、このポッドキャスト昨日一昨日ぐらいからなんか台湾の方すごい聞いてもらってるみたいで、私のそのページからそのどの国の人がどれぐらい聞いてて、まあ、パーセンテージです、何パーセントみたいな、あと何人全部で何人聞いてるのかっていうのが出るんですね。なんかもうめちゃくちゃ上がってて、今その聞いてくれてる人の数が、で台湾の人がすごく多いんですね。もう台湾って何が起こってるんだっていうですごい嬉しいです。ありがとうございます。で、なんか嬉しすぎて、その今ね、どれぐらいの人が聞いてるんだろうみたいなね。もうね、いつもね、すぐチェックしちゃうね。で、ずっと見ちゃうね。そう。でね、インスタグラムも結構皆さんフォローしてくれてるので、すごい嬉しいです。で、どんどんね、日本語のね、いい情報をアップしていきますので、よろしくお願いします。はい。台湾で何が起こってるのかね、ちょっと気になる。なんでだろうなね、不思議、急に。はい、で今日は日本語のレッスン、日本語を紹介します。はい、若い人っていうか、まあ日本、まあ、教科書にない日本語を紹介したいと思います。まあ、若い人の言葉っていうか、結構、まあ、40歳ぐらい50歳ぐらいの人も使う人は使うんですけど、まあ、メインは20代30代、あと10代 10歳ぐらいの人たち、20歳ぐらいの人たち、30歳ぐらいの人たちが使う、言葉を少し紹介します。まあ、スラングっていうのかな、うん、まあ、私がよく使う言葉なんですけど、まず1個目いきます。1個目はハマる、ハマるです。ハマる、ハマって、ハマった、ハマらないですね。1グループ同士ですね。ハマる、ハマります。これは、何かがすごい、最近すごいこれが好きだ。もうこれをたくさんしてしまう。これをしたくて、したくて、なんかそれのことばっかりを考えてしまうって時に、私はこれにハマっていると言います。はい、なので例えば、私は最近野菜ジュースをよく飲みます。まあ、前は飲まなかったんですよ。前は全然野菜ジュースあんまり好きじゃなくて、野菜のジュースですね、あんまり好きじゃなかったんですけど、最近その運動してない、コロナがあって運動してないっていうのもあって、その体のね健康のために野菜ジュースを飲んでるんです、最近。そう、なんか飲んでるとなんか、あれこれ美味しいじゃんみたいな思ってきて、あれ美味しいかもと思ってきて、最近毎日たくさん野菜ジュースを飲むようになりました。で野菜ジュースにこれはハマってるって言います。多分あと1ヶ月ぐらいしたらもう飲まなくなったりするんですよね。この今すごいホット、今私の中ですごい大好きってことをハマるって言います。ハマる。
で私は例えばアニメが好き、アニメと漫画が好きで、アニメと漫画はもうずっと好きなんですね。なのでハマってるとは言いません、ハマるとは言いません。長い間も好きだし、多分この先もずっと好きなので、ハマるとはちょっと違います。そのアニメの中で今これがすごい好き、例えば鬼滅の刃とかデイモンスレイヤー、今すごい人気ですね。今その鬼滅の刃に私はハマってるって言ったりします。はい。なのでよくその日本語勉強してる人がよく間違えてしまうのが、私は日本語の勉強にハマっていますっていう人とかいるんですけど、これは違います。まあ、もしねその人がもう今もう日本語の勉強のことしか考えられないし、日本語の勉強がしたくてしたくて、もう他のことはもう何でもどうでもいいみたいなぐらいに好きだったら、まあハマってるっていうかもしれない。しかも前はやってなかったし、もしかしたら1ヶ月後はやってないかもしれない時はハマってるっていうかもしれないですけど、日本語の勉強って結構長い時間やったり、まあ趣味みたいなもんですよね。前から好きで興味があって長いことやるから、日本語の勉強にハマってるっていうのはちょっと違います。うん。まあ日本語の勉強の中で、例えば今なんだろうクイズのカードがすごい好きでクイズのカードにハマってるとかだったらまあいいかもしれないですね。うん。まあこんな感じです。ハマるです。ハマってる。ハマる。ハマらない。私は好きじゃない。ハマらないねとかね。そんな感じで使います。はい、次。次は半端ないという言葉です。半端ない。で、半端あるという言葉はありません。半端あるという言葉はありません。半端ない。半端ないっていうのはものすごい。すごい。という言葉です。半端ない。もうものすごいの上ですね。ものすごいよりものすごい。ものすごいの上。もっとレベルの高い言い方ですね。半端ない。で、半端ないっていうのは、なんだろうな。もう、私たちが考えるレベルをオーバーしてるような時に使います。例えば、その学生の人だったら、その、すごく頭のいい人がいて、あの人5回連続で全部のテストが100点だったとかね、いう時ね、この時すごいとかよりも半端ないねとかね、半端ないって言ったりします。もう私たちはもうそのレベルを考えることができないみたいな、そのレベルもわけわかりませんみたいな時にもう半端ないねって言ったりするって使いますね。はい。まあ、悪い時にも使うかもしれないね。うん。例えば、何々くんのね、例えば会社にいる男の人が、あの人5人ぐらい彼女いるらしいよみたいな、5人彼女がいるとかっていうね、5人恋人がいるとかね、半端ないねとか、やばいねみたいな、半端ないみたいな、もうすごいレベルってことね、半端ないとかね。あとはそのサッカーとかね、バスケットボールとか、なんかいろいろスポーツですごいプレイヤーの人がいて、例えば綺麗なゴールを決めたとかね、すごいゴールをねした人とかね、半端ないとかね言ったりします。今のすごい半端ないねみたいな、かっこいいとかね。あとはこの時計100万円するんだよとかね、半端なみたいな、半端ないねみたいなことを言ったりします。半端ない。まあよく使いますね。半端ないね。まあ、女の子使うか、まあ、使うね。私使います。で、私は結構口があまり良くないので、口が悪いので、まあ、言葉の使い方が良くないので、使いますね。半端ないみたいなね。はい、次。3つ目は。イケてる、イケてるです。イケてる、イケてるっていうのは、まあ英語で言うとなんかスーパークールって感じですね。
スーパークイケてる、まあ、かっこいいだったりなんかすごくいいねっていう時に使います。イケてる、悪い言葉の時には使いません。いい言葉ですこれは。で例えばすごいなんだろう、どん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 新しいサービスを出してる今すごく人気の会社とかサービスがあったりしますね。そういう時にあのサービスイケてるよねとか、あの会社イケてるとか言ったりします。例えばあの iPhone の新しいのが出たりしますよね。ですごいみんなデザインとかすごい機能とかみんなどんなことができるんだろうってすごいみんな知りたいじゃないですか。ですごく私たちがその考えてたことよりもっとすごいいいデザインとかだった時にうわーイケてるみたいなね、今回の iPhone イケてるねとかね言ったりします。で人にも使います。かっこいい人とかあの人イケてるよねとか、なんかまあ顔だけじゃなくてなんだろうな、やってることがかっこいい人、なんか仕事がすごくできる人とか頭のいい人とかなんか いますよね。そういう顔だけじゃない、なんか全部がいい人、まあ、イケてる人って言ったりします。なので、まあ、女の人にも使うんですけど、なんか男の人のイメージが強いかな。あの女の人イケてるよね、まあ、言うか、うん、言います、はい女の人にも使えますね。イケてる、あの会社イケてる、あのサービスイケてるとかね、うん、あの服イケてるよね、服とかあの靴、新しいなんかナイキの靴めっちゃイケてるよねとかね、かっこいいねってことです。はい、でその言葉から来てるのがイケメンですね。イケメンっていうのはハンサムな人のこと、かっこいい人のことですね。これは有名ですよね。イケメン、かっこいい人のことです。でイケメンっていうのはそのイケてる面っていうのは男なのかな、英語の男面だと思う多分。そうでイケメンです。イケてる面、イケてる男の人でイケメンです。はい、で、まあ、イケメンっていうのはまあかっこいい人のこと言うので、例えばなんか私とか私が友達とね、よく居酒屋で女の子とね、あの友達と一緒にご飯してる時とか、その例えば隣の席の人がすごいかっこいい人だったらね、あの人めっちゃイケメンじゃないとかね、うわっ、めっちゃイケメン、私タイプとかね、彼女いるのかなみたいなね話したりします。イケメンとかね、うん、あとはそのテレビとかドラマとかあの映画に出てる人でかっこいい人とかっこいい人とかいると、あの人イケメンとかね言ったりします。うん、でイケメンっていうのはその、まあ、顔がイケメンっていうのもあるんですけど、まあ、見た目がねイケメンっていう時もあるんですけど、まあ、なんかすごく優しい人とかレディーファーストな人、例えばなんだろう、重い荷物持ってくれたり、なんか優しく、してくれたり、そのなんかジェントルマンな人に対して、イケメンっていう言葉を使いますね。顔だけじゃないですね。そう、イケてるとも同じです。で、イケメンは男の人だけですね。イケメン。うん。なんか、うん。なんか荷物とか持ってくれたりすると、イケメンありがとうとかね、優しいねみたいなね。こと言ったりしますし、まあ、時々ね女の人ですごいなんかかっこいい女の人とかいると、うわイケメンみたいな、あのお姉さんイケメンとかね言ったりもします。うん、女の人でもなんかイケメンって言われると嬉しいですね私もたまにね時々言われるんですけど、イケメンってだいたいなんかこうご飯をねご馳走した時とかね、ご飯全部あのお金払った時とかイケメンとか言われたりしますけどねはい、まあ、そういう時に使ったりします。イケメン、ね、イケてるイケメン、まあ、イケてるっていうのはなんかまあもうちょっと人だけじゃないですね、人よりも物に使いますね、イケてる。はい、こんな感じ。うん、ハマる、
一番最初ハマる、次半端ないイケてるイケメンです。はい、うん、まあ、よく使いますね。うん、こんな感じです。はい、今日話した話をまたスクリプトホームページに載せますから、あの下のね URL リンクをチェックしてみてください。はい、で、このポッドキャストのに、うん、このポッドキャストで話してほしい話があったら何でもいいのでリクエストお待ちしてます。なんか日本のこれは文化とかね、日本のなんかマナーでもいいし、なんか最近日本で人気なものとか何でもいいし、日本語の質問とか何でもいいので、そしたら私ポッドキャストで話しますのでお待ちしてます。はい、であとまあ Twitter、Instagram もあるのでもしよかったらフォローお願いします。でちょっとインスタグラムでその今日紹介したなんだろう、若い人が使 う, もう教科書にないようなちょっとスラングみたいな言葉も紹介していこうかなと思ってます。はい、うん、まあ、まだちょっと考え中ですけど、ね、どんどんこのなんか勉強できるねものを増やしていけたらなと思ってます。はい、であとまあねちょっとねこれは本当にあれなんですけど、Buy Me a Coffee っていうサービスがあって、これは、まあ、ポッドキャストとかいろいろねコンテンツを出してる人にそのなんだメッセージと一緒になんかちょっとお金を払うみたいなサービスがあるんですけど、それをちょっと始めてみました。まあね、私ちょっと、うん、めちゃくちゃお金ないんでまあもしよかったらその今日ポッドキャストもしめっちゃいいな頑張れみたいな死ぬなみたいな思ってくれたらその Buy Me a Coffee をクリックして少しねそのメッセージと一緒にお金も寄付できます。私なんですけど、はい、そしたら私がコーヒーを買いますので、はい、まあ、もしよかったらクリックお願いします。はいですね、うん、まあ、こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。はい、じゃあまた次は7月ですね。また次回。さよなら。